町内の風車リッセは、オランダの南ホラント州にある町、ヘメエンテ。総面積16.11平方キロ、そのうち0 2 4日平方キロが水域である。人口は2万1864人。リッセの歴史は、近隣のヒレホムや、サッセンハイムの町々と密接に連関している。町名が正式に記されている1198年の文献に基づいて、 1998年には800年祭が祝われたが、すでに10世紀には村があったことを示す証拠がある。中世を通じて、リッセは小さな村に泊まった。人口は1500年になっても50世代ほどしかなかった。農業や牧畜、データンの採掘で生計を立てていた人々は長引く戦乱で貧困にあえだ。17世紀から18世紀にかけて、リッセは ヒレホームと同様多くの大商人や貴族の所領に分かれた。彼らは土地を森や庭園にし町は美しく生まれ変わった。その後、それらの土地では球根植物が栽培されるようになった。立世周辺の砂質の土壌は球根栽培にかなり向いていた。砂丘は鳴らされ森は伐採されて少しずつ栽培地が拡大していった。柿栽培は この地域に来ようと豊かさをもたらした。20世紀に入ると急速に成長し続ける球根下産業を背景にオークションや取引市場、大規模農園、農業組合などが生まれた。今日、立ッの球根花は世界100カ国以上に輸出されている。ホラントで牡蠣の生産が盛んな砂丘と球根の地方の中央に位置する立ッは大きな観光地でもある。 色とりどりの花々が一面を染める春には、国内外から数十万人がこの地域に訪れる。皮肉なことに、かつての所領で唯一、農地への転換を免れた辞書は現在、花が咲き乱れる公園として、世界的に有名である。最も人気のある名所は、チューリップが開花する春にだけ公開される、休憩豊富公園である。春にはまた、メインストリートで、 ブルメンコルソというフラワーパレードも行われる。8月には、休憩ホフ城庭園で、幻想的なカストレフェストが開かれる。その他の名所トップクラッセに所属する、サッカークラブの FC リッセの本拠地である。2007-2008シーズンの戦績の結果、2008年5月3日に、夫婦とクラッセから降格した。リッセの街角、ありがとうございます。